盗賊盗賊とは、放棄から逸脱して強奪などを行う、者たちの集団を指す。街道沿いや、人気のない場所で旅行者や通行人を襲い金品を、強奪する者を追いはぎと呼ぶ。山中に拠点を置き通行人などを襲う盗賊を、山賊、海で船を用いたの船や沿岸を襲撃する盗賊を、海賊と呼ぶ。また、山賊を含め、山野で通行人などを襲う者は、 野党とも呼ばれる。ほとんどの党族は大勢をもって形成し、狩猟閣を中心とした組織を構成している。構成員には、犯罪者、貧困層、反政府活動家などがいる。人里離れた山谷に拠点を置くことが多いが、都市部では貧困層の生活する地域つまり、貧民屈を拠点とする場合もある。日本においては、 古代より見られ、その存在は遠隔地公易の発達阻害要因でもあった。このため十分な力を持った領域支配者は治安維持と流通の安全のためしばしば盗賊の取り締まりを行った。室町時代、西文法では山賊は十下、十半と位置づけられ金圧の対象だったが、世協省で落ちぶれた武士が山賊になるのは侍の衆と述べられるように、 一般社会ではすべての山賊が重犯罪者とは必ずしも考えられてはいなかった。山賊は一種の赤書であり、それを黙認する自投職や警察権を持つ氏族は通過する商人から警護料を徴収した。戦国時代、旅をすることが容易でなかった理由の一つは、様々なところに山賊の類が出没したからである。豊臣秀吉の海賊停指令によって、 全国規模で、山賊、海賊の設けた不法な赤書の撤廃が推し進められた。徳川家康は、飛び沢陣内なる盗賊の頭目を捉え、除名を条件に、彼らの情報網を使って、江戸市中における盗賊の取り締まりや、治安維持に当たらせたという。また、江戸幕府は町奉行所とは別に、火付盗賊改め方を設置し、盗賊も含めて凶悪犯を取り締まる。 千人の部署を設けた。長谷川信亀は、自身が若い頃は、宝刀ぐらいの生活を送っておりアウトロー的な、人々との付き合いもそれなりにあったとされ、そうした人脈のおかげか、また彼らの気象や行動様式を知り尽くしていたおかげか、多くの盗賊を捉える手柄を挙げた。なお、八塚正勝が野党信ぶ出身との創作がよく知られるが、実際は、 小規模な国人領主である。ありがとうございます。